足を使ったボールフィーリングになります。今回の宿題は、小学校高学年生向けの、ボールフィーリングになります。では早速紹介します。今回は、足の裏を使って、リフティングみたいな形で、やっていきます。足の裏を使ってボールを今みたいな感じで、リフティングします。でこの時のポイントは、足の裏でボールを踏んでしまうとボールが返ってきません。なのでちょっとこの足のつま先の方、指の裏ぐらいでボールをこするように、触ってみてください。そうすると自然とボールが上に返ってくるので、あんまり足のこの真ん中ら辺でボール触っちゃうとボールがうまく返ってきません。じゃあそれを踏まえてもう一度つま先の方で切る感じですね。ボールを押さえるんじゃなくて切るような感じで優しく触ってあげるとうまくボールが上に返ってきます。ぜひ、この宿題にチャレンジして、インスタグラムでハッシュタグみんチャレ JFC をつけて投稿してください。それではさよなら。